はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、新しくなった、カローラということで、もう12代目になりますね。このタイプは、ガソリンタイプということで、ちょっと見ていきましょう。213万9千円なんですね。1.8 リッターということで、カローラって、こんな値段でしたっけ。ちょっとお値段が上がったような気がしますね。まあ、後ろはねすごいベーシックなデザインで、まあ老若男女といいますか、幅広い人に愛されそうなデザインですよね。あ、後ろ開いた。タイヤは205の55R16インチですね。いや、先代のねモデルから比べてすごいね、なんか、若々しいデザインになりましたよね。カローラスポーツとね同じような顔になっておりますね。まあこれ若い子受けするんじゃないですかね。ではちょっとガソリンタイプ中の様子見てみますね。ちょっと狭い。お、あ、結構後ろまで下がる。あれ、ここの中ボコッとなってるね。はい、お邪魔します。今これ iPhone11 で映してるんですけど、いや、この広角いいですね。もうね、なんか一体型のね、ナビシステムといいますか、なんかこれ取れないやつですね。まあでもまあ200万なりの、内装といいますか、椅子の方はね結構こうホールド感のある、まあちょっとスポーティーな椅子になってますね。これ電気とかつくんかな。あ、こんな感じで真ん中の方にねライトがあるんですね。ここウィンカーです。後ろはこんな感じに光ります。ちょっとね、後ろも乗ります。お邪魔します。あ、ドリンクホルダー、これドリンクホルダー、ドアノブかなと間違えましたね。これドリンクホルダー。あー、まあ後ろもね結構乗れますね。これ今ちょっとドライビングポジションからちょっと前に引いちゃったんですけど、まあそれでもね、これ普通のポジションでも拳1個ぐらい多分いける幅じゃないですかね。これでも FF ですよね。ここは結構意外とね出張ってますね。はい、こんな感じです。やっぱりね、セダンタイプということで、まあ天井の方はねめちゃくちゃ高くはないんですけど、まあそんなにね狭そう感じないですね。はい、こちらがねカローラハイブリッドということで、 1.8 リッタープラスモーターということで、まあほぼほぼプリウスと一緒じゃないですかね。これ LINE カーナビなんですね。はい、そうなんです。 iPhone とリンクして。はい、そうです。 iPhone とリンクさせてカーナビを無料で使うことができる。あ、無料で。そうなんです。カーナビ、あ、 LINE やから読み上げるってことですか。そうですね。最近あれですもんね、スマートフォン持ってたら罰金制になっちゃって、はい、そうなんですこういうの助かりますよね。はい、こちらの画面に本当にスマートフォンとして使っていただけるって、ね。あー、なるほど。でこれでラインが使えるんですね。はい、後ろはね、こんな感じですね。なんか羽みたいな、実際のついてますね。ダブルバイビーっていう感じでシートがね倒れるみたいですね。では、助手席からお邪魔します。おお、白いシート。
ちらはね、ハイブリッドタイプということで、革張りのシートとね、ファブリック素材の、まあこれ布ですね、それのこう貼り分けといいますか、あ、これ布じゃないか、なんか合皮っぽいね感じですね。ちょっと近未来的なデザインも醸し出しますね。でこれね、ちょっとさっきねお姉さんに説明してもらったんですけど、スマートフォンとね連動して LINE がね、使えると、まあ、音声ガイドで使えるということで、まあ安心安全ですよね。クローバーで、音声ガイドで呼び出して使用するというものらしいですね。ちょっと、押しづらいところにあります。モード切り替え、モード切り替えね、スポーツモードとかあるんですかねちょっとわかんないですけど、EV モードがあるってことは、そっか、これ電気だけで走れるということなんですね。ここがね、今助手席座った感じね、結構ここせり出してる感じね。これ必要やったんかなこんだけちょっとそいでもっと広くしてほしかったな。まあでもこれどうでしょうね、運転してる時のこの視界性がね、こっちからこうなった時のこの左前というかね、それがちょっと、見えづらくもないか、結構見えるか。ちなみに運転席から見た後方視界こんな感じですね。Cピラーもね、そんなに分厚くないんですけど、やっぱヘッドレストとかねあるんで、まあ、めちゃくちゃ視界がいいっていうわけではなさそうですね。ちゃんとブレーキホールド、パーキング、電子パーキングですね。やっぱこの辺すっきりしていいですよね。足元もね、電子パーキングだと広く使えますよね。はい、助手席の私サンナーバーに、ね、なったと言ってもですね、両幅ね、45ミリかな、広くなっただけなんで、まあ、室内そんなにめちゃくちゃ広いってことはないけど、まあ包み込まれるいい感じですかね。カローラの C、こんなマークやったかな。これハイブリッドやからブルーなんですかね。そっか、普通の方は、エンブレムがこれ黒いんですね。まあトヨタらしい、トヨタらしいと言いますか、トヨタっぽいこの白は綺麗ですよね。タイヤの方はね、215の 45R17 17インチですね。黒いホイールはかっこええわ。ミラーはね、なんかガンメタというかグレーですね。メシャークフィンアンテナがついていいですよね。こちら、内装の、ね、色違いが置いてましたので、ちょっと内装を見てみましょう。こちらもカローラハイブリッドですけど、こっちは、ね、シートが、ね、黒いタイプですね。落ち着いた、スポーティーな感じがしますね。はい、お邪魔します。3回目液晶なんですね。フル液晶、これもね、ちょっとグレードが違うんですかね。これスマートフォンとか、地位充電できるやつっぽいな。パワーボタンはね、左側でしたね。うん。まあ、黒は黒でね、なんか落ち着いていいですよね、内装。扉周りもね、まあ、こういうね、ちょっとしたところはね、こうピアノブラックだったりとかね、まあ、安っぽさはこういうところでは感じませんね。ミラーのところに、これなんか風切りのフィンがねついてます。こういうところにもねポッチがついてますね。ここの風の流れって結構重要なんですかね。はい、いかがでしたかね、新しくなったカローラ、もうね12代目ということで、なかなかね、若返った感じがします。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、新しくなったカローラでした。じゃあね、バーイ。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、続きましてカローラツーリングということで、こちらハイブリッドタイプですね。5ナンバーから3ナンバーになっちゃったということなんですけど、まあ、そんなにね、実はね、大きくないと。結構ね、このテールランプもね、シンプルで凝ったデザインになってますね。